松立絞り大根とは、秋田県和野市八幡平あざ松立地域で栽培される根菜である。油中油なぞくつけなの在来種で、松立地域に伝わる伝統野菜である。松立絞り大根は、肉質が密で硬く水分が少ない、株のような丸みを帯びた形の小ぶりな根菜である。根は400から5 0 0ム、葉は板状で。 草丈50センチメートルから1メートルまで成長する。8月上旬に発種し、初霜が降りた後に収穫する。秋田県農業主験上の報告によると、辛味成分の比較では、青首大根より平均で3.7倍の辛さを持つ。この辛味は松立集落の立地と多フ植質の土壌によるところが大きく、他地域ではこの辛味や風味はよく出ないと言われる。 昆布そのものよりも昆布をおろして絞った絞り汁を主に食す。宮城県上町の地方品種のおぜサイト、携帯特性が似ている。伝統的な食べ方として、皮ごとすりおろしたおろしを布などで包んで絞った絞り汁を使う。また、そのままおろしとして食すこともできる。種として薬味として用いられる。絞り大根は土を洗い落とす際に表皮を保護する。 雑菌も洗い落とされるため、洗われた後は保存状況によるが、常温しただと1週間ほどで黒いカビが発生してしまう。そのため、できるだけ冷蔵庫で保存することが望ましい。生産者の間では収穫したままの土がついた状態で保存している。その状態だと春先まで保存が可能である。ありがとうございます。